にも触れるような下半身になってるんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうですか。ピッチャーもよく腕を振れって言うんですけど、腕を振れる状態にないとしっかりした下半身なんですよね。さあこれはどうだ、追っつける形になって一二塁間ライト前に抜けていきました。巨人にもロッテの最初のバッターボックスでライト前のヒット、まあ、今右方向に持っていきました。こういうのを我々、まあ、私も若い時は、まあ、詰まって結果オーライと思ってたんですけど、はい、こういうのって、まあ、逆球なんですけど、外要求で中入ってきましたね。でもね、ああいうのヒットを打つのは技術なんですよね。バッターのすごい高等な技術なんですよね。